だけどよう湯羽根選んだな思ってね。確かに。あ、なにマリンちゃんかいな。あれそうだっけ。そう湯羽根もそうや、うん。あ、そうだそうだ。マリンが湯羽根選んで、うん、でヤギさんは誰選んだっけ。ヤギさんはね、あれだ。湯羽根じゃないよ。うん、選んでるじゃない。あ、ビヨンズでやってるわけだね。うん、あ、ビヨンズ。憧れてるってことなんですかねあれって。まあ一応そういう体になってましたよね、あの感じでは、うん、すごい。あれちょっとね、がっくりきた感じがあった。ユハネ選ぶんやと思ったんですよ。うんうんうん、というのは、うん、あれモンスターじゃないですか。うんうん。歌うまモンスター。あ、ユハネちゃんがね。ユハネちゃんがね。まあまあもう抜群ですよ、うん、あれは。ちょっとやっぱ僕も一目置いてますよ。ちょっとあの子は波じゃないなっていう、うんうん、僕も顔怖いし、なんか耳長いし、うん、でマリンはじゃああれを選ぶってことは、うん、この私の今持ってる能力で、うん、この人と対決できると思ってんねんなと思った、まあ、制圧できると考えたんでしょう、うん、怖っ思ってん。やっぱりだからいつもその自己、うん、マリンちゃんは自己評価が多分鬼ほど高いんやと思う。いや実際制圧してたじゃないの。そうかな。あれ？そうかな。そのタレント力という意味ではまあまあマリンちゃんの方が。どう考えてもマリンちゃんの方が可愛いし。いやまあね。まあそのあんなもんタレント力はね。あの髪型とあの目の細さ最高でしたよ、ね。好きやからなああいうの。最高でしたし。ああいう顔好きやもんな。よかったけどでもちょっと歌唱力。いや実力ではなかなかユハネちゃんを選ぶっていうのはチャレンジングな。しませんでした。ちょっと結構大きな俺チャレンジやと睨みましたよ。まあでもそう歌唱力。ヤギしおりのダンスもやばかったけど、ね。全然キレがない歌唱力はいいんじゃない、まあね、そんな別に福田マリンもそこはもうそれはもう別にそこで勝負しようと思ってなるほど山崎ゆはねを選んだわけじゃないでしょう多分。むしろこの何やろみんな勝手にマリンがこれから成長すると思い込んでるじゃないですか、うん、俺も思い込んでる、うん、いやもうまだまだ発展途上ですよ、うん、って思ってるじゃないですか、うん、あんなもんマリンも思てんねんなと思って自分で。なるほどね。だから私に選ばれて山崎さんも嬉しいはずみたいなのがあるんやな思って計算で、うん、そこまでだからすごいなと思ったら逆にこいつ恐ろしいな。まあでも自己評価高そうですからねマリンちゃんは。いやだからあの子はもうソロでやった方がいいのよ出た本当にソロ論者や。でも本当にそう思うよ。あれ、あれ見て思ったのよ。あの二人でさやってるのを見てもいやもうこいつほんま一人でやらしたれよって思う。まあソロででもまあソロやとなんかまたちょっと話変わってくるんじゃないかな。いや大丈夫お墨付き。どこ誰がいや僕の何勝手つけてんねん何になんねんペロつけるな汚らしい。いや本当にいやまあねでもなんかこうあれですよあのそれこそ椿の河口湖かなんかで恋の呪縛かなんか見ました。断片的に誰かがアップしたやつ見ましたけど、うんうん、まあ恋の呪縛見て、うんうん、いやでもなんかちょっと物足りひんちゃ物足りひん。でも恋の呪縛っていう曲があんま良くもないんだけど。そうなの。あれ一人で歌っても大して良くもないんだけど、まあ、その後家でめっちゃ恋で歌ってたあのリーダーとあの誰だったかな全然下手やの。あ、ヤギしおりか。あれがヤギしおりちゃんやの、うん、歌ってたんやけどなんでそれ選ぶんと思ったけど。マッチの方がでも俺まだ好きやった本家超えられてないのになんでそれ選ぶん。うん、なんでめちゃ掘りやねんと思ったし、うん、マツーラ選んだらあかんよ。でも俺マジグッドチャンスサマーやったからもう大興奮しちゃってあの若手椿の若手4人でマジでかいな。そう見ちゃいねえよまだあの見よう。絶対見た方がええで見よう。あれやんヤギちゃんとあれやんかセリフ品川少子の品川みたいな顔したヤギさんなんてこと言うんだ。あ、電波がっていう。そうそうはね、ヤギちゃんと福田マリンちゃんとヨフとあれ、うん、もう一人だっけあれあの、ええ、新人のあの4人のあの、ええ、あ, れ歌うまい声あのゴッツ歌うまいあのガンダムみたいな笠井笠井か。あ、笠井か。そう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 。もう名前全然出えへんわ。笠井ちゃん、ね、好きやのに俺あの、ね、誰やったっけってやられると釣られるのよこっちも分かってたのにもうこう抜けてまうねん。笠井ちゃんと髪子赤い方がいいとか俺言ってたのに全然出んかったあれでもあのマジグッチャンさんもいいんですよ。マジでそれ聞こう。あれ見た方がいい。川口湖聞いたらすごい。あれ言っといたらよかったと思って。あれで行った方がいいライブでしたわ。行ってへんけど。で何やったっけ。あれなんか結局マリンちゃん褒めるみたいな話になりませんでした今。いやだからそこでマリンが恋の呪縛やったんやけど、うんうんうん、迫力がやっぱないのよまだちょっと。そうはね俺ら好きやから
もう 100% 受け入れるつもりでいけるんやけど、うんうんうん、だからソロじゃないんじゃないかという気はね、やっぱり。あとやっぱり変な顔をたまにしている。ああ、まあいや、でもほら、ソロにならやなったで、まあもうほら腹くくるわけよ、そんなもんは。より、より伸びを期待しての、そうそうそう、そう、役職が人を作る的発想で。うん、尾形理沙見てみなさいよ、尾形理沙あいつなんか、あれすごいよ、あれ、あいつなんかもう昔から一人でやってきたソロアーティストですみたいな顔してますよ。いや、ほんとそう。これ一本で緩やかな音楽歌い上げてきましたよ、うんうんうん、ライブハウスとかでみたいな顔をしてません。そうなのよ、いい曲もらってるよ。いや、なんかそれもね、なんかびっくりするよ、あれ。俺は未だに、俺は理沙丸に対して、うん、お前飛び級すなよっていうずっと思うんですよ。まあ、まあ、それはそうやけど、全然何にも収めてもないくせに勝手に飛び級して、なんならもうちょ留学帰りですみたいな顔してるでしょ、あいつは。いや、もう義務教育済んでへんからな、お前はっていう。いやいや、ほんまに。そうよ、そうやの、びっくりするんやけど。腹立つわと思って。なんであんないい境遇なのかなと。この間僕もあのね、サンシャイン行かせてもらいましたけど、リリーベに行ってんのかい。なんかあのびっくりした、あれ、この人一人であのスフンス広場立ってる思って。なんか昔からやってるシンガーソングライターですみたいな顔をしてるでしょ、あいつ。そうした顔してやってる。俺あれめっちゃ腹立つ。まあでもまあ済ました顔してするしかないやん。あいつ腹立つ。なんでおちょけた顔で出てこないと、それの方が腹立つ。いやいや、これはちょっとね、あいつ腹立つのよ。あいつ絶対なんかまだ何にも済んでないのに飛び級して先へ行ってるけど。あれすごいよね。でもしかもなんか過去までなんかすごい、今もう歴史が修正されてる気までするんですよ。じゃあマリンがソロになるためには、うん、裏垢で文句書いた方がいいんですか。ほんまや。いや、いいんじゃない、それは。それ一番近道って証明したみたいなとこあるやん、まあ、確かになあ、あんな。でも尾形すごかった、あれ曲も良くてびっくりして。俺あんなん許されへん、全然乗れない。俺も全然乗られへん、全然乗られへん。マジではっきり言うけど。へえ、あ、そう。本当に、いや、よかったよ、曲も。写真集も買えへん。M ラインの。M ラインミュージック。うん、あるやん。うん、あれで、かりんちゃんの横に。そうやね。さあ、始まりました。あいつなんかメインみたいな顔してるし。待て、お前、かりんちゃんよく座れる玉じゃないやん。俺も、わかる。なあ。もう、まず格が違うし、まだ顔じゃないよって思うし。いや、だってそうよ。ちょっとビタスイとかより上ですみたいな顔してる時がある。いや、もうかなりあの、お前、そうそうそう、ビタスイより下やからなと思って。あんなんかわいそうや。そう、ビタスイがかわいそうって。ビタスイかわいそうや。ビタスイはちょっとかわいそうだ。ビタスイはかわいそう。腹立つわ。でもさ、じゃあさ、そのどうしたらよかったわけ、尾形はその戻ってきた時に。いや、ま、もうあれしかないでしょ。まずそのやっぱりみそぎが済んでないから、うん、ちょっと5万人のスマイル集めるとかさ。でもほんまに、でもね、リサマルに関してはもう俺ワックとしては、ね、高木と一緒やと思ってますから。下手し、いや、もう高木は超えとんのよね。だからでもなんかこう、私はちゃいますみたいな、うん、そう、まあちゃうねんけど、確かに、うんうん、その重さはあれ、俺まだ乗れんわ。あ、本当に。まだ飲めんね。本当にその辺のそういうなんていうのかな、こう立場どうのこうのっていうことはちょっとよく分からんけど、はい、純粋にあのその新しく出た曲、曲が4曲とも全て良かったから、うん、普通にあ、こらええ曲やな。じゃあリサマルファンやねんな。リサマル推し。何言ってんの。いや、だから曲聴きに行きたっけ。分かり、見に行きたかったから行ったよ。分かれへんやんか、聴いても。何曲分からへん。でも好きな曲。ほんなら聴きな。いやいや、いや、好きな曲。写真集だけ見に。曲聴きな。写真集だけ見るんやったらグラビアアイドル見るわ。ほんまやわ。それはそれ。コナン荒波大歓迎、私なら大丈夫です。バラ色の人生、みんなも最高です。バラ色の人生。M ラインの話ばっかりだよ。ついに尾形の話までしだして、あのソロになるからっていう話ね。そうや、福田麻凛ちゃんがソロどうかっていうことを言って。いや、ソロはだからまだちょっと早いのではと、うんうん、俺は恋の呪縛を見て思いましたという話ですよ。なるほど、わかりました。うん、はい。見てないんだ。見てないしね。なんせ見てないんで。早く見てください、家帰って。はい、見ますよ、それは見ますけど。うん、あら、
司会ができてなんか始まった、ハロステかなんかやつかそれやる、その顔なそれやる、マリンちゃんのやつ やる、うん、あんなにでもあんなこうだから、こいつなかなかのもんやなって自信持っとんなっていうのが見えるメンバーも珍しい、ね、珍しい、あんなね、マジでやっぱりこの顔すごいする、顎上げてこう見るやつこいつほんまプライド高いなって思いますもんアイドルといえばやっぱ上目遣いを良しとされている文化とも言われてるのに全然逆言ってる、めちゃくちゃ下に見てると思って、いやだからもうほんまソロなってほしい、もう彼女の良さをいろいろね、あの生かすのはもうソロしかない、気の強さ、プライドの高さ、あの辺やっぱソロ向き、一つありますよ手が、あれなんかだからグループ内ユニットじゃないけど、なるほど、グループ内からまあ2人でやるもよし、1人でやるもよし、こう出てやね、棒の方式かいな、で他の子の怒りをこう抑えるには全部中国語でやんねん、なんだなんだ、チャイニーズ専門のアイドルとして、なるほど、あ、なるほど、違う向きに打っていく、おお、なるほどね、やり方ありますよ、あ、これいいんじゃないそれこれちょっとアップフロントさんにアップフロント、それは言った方がいい、ご中心した方がいいかもしれない、ご中心で、マリンの中国語のやっぱ、戦ってるあの中国人の数、すごいの、やっぱ中国一番数字がありますからね、当たり前けど、中国語書いただけでもって2億ぐらいのあれがついてるから、そんなにそんなに日本人口よりも多い数が住んでるの中国人やから、確かに2億なんか変みたいなもんやからな、そうね、中国、うん、じゃあ手始めにやっぱ雨の降らない星では愛せないだろうのあのあそこのソロパートをまず歌ってもらうとか、やめてくれ、あの中国語パートリンリンが歌い上げてたやつ、ジュンとジュンジュンとリンリンでめっちゃ歌い上げてた、まずやっぱあそこをカバーしてもらうってっていう形になりますねそうか、いやまあでもじゃあそれその方向で福田マリンちゃんは売っていくってことで、うん、いいんじゃない、いいですか、ハロー時的結論は、じゃあもう売りましょう、そういうふうに売りましょう、それでね、うん、ここで決まったからなんやねんって気もしますけどそうそういやでもすぐパクるからやるかもしれない、ほんまやな、本家の方にあいつは意識しとるって説もありますからね、うんうん、よし、じゃあなんとかマリンちゃんをソロでよろしくお願いします、お願いします。